今回の輪っかが4つできる靴紐はイアンノットという結び方をアレンジしたものになります。基本的なイアンノットの結び方は別の動画で詳しくご紹介しているので、よかったら下の概要欄のリンクからご覧ください。まず基本的なイアンノットの結び方ですが、一結びしたら小指を下から当てて紐を取って、手を縦にして人差し指と親指で横から紐を当てたら、それぞれ反対の人差し指と親指の間にある紐をつまんで横に引っ張ると、このように素早くイアンノット結びが仕上がります。このように長く紐が残ってしまう場合は、これからご紹介する輪っかが4つになる結び方を試してみてください。まず右の紐が左の紐の上に重なるように、このように紐をクロスしたら、上に重なった紐を下からくぐらせて一結びします。次は小指だけをピーンとまっすぐ伸ばして、そしてつま先の方から小指を紐の下に入れたら、小指で取った紐を軽く握ります。この時に紐の先端が小指の脇ギリギリに来るように長さを調節します。手の甲を上に向けます。そして右手はかかと側、左手はつま先側に、このように紐を縦向きにします。そうしたら人差し指と親指をピーンとまっすぐ伸ばして、そして外側からこのように伸ばした人差し指と親指を紐に当てます。紐を当てたら、そのままこのように紐をすくうように取ります。そして左手はかかと側にこのように動かしながら、もう一回紐をくるっと人差し指と親指に巻きつけます。右手はつま先の方に動かしながら、このようにくるっと紐をもう一巻きします。紐が人差し指と親指に二重にかかったら、右手と左手をこのように真横に向かい合わせます。右手は人差し指が上、左手は親指が上になるようにします。そしてこの後、人差し指と親指で反対の手の人差し指と親指の間にある2本の紐を取っていきます。右手の人差し指と親指では、左手の人差し指と親指の間にあるこの2本の紐、左手の人差し指と親指では、右手の人差し指と親指の間にあるこの2本の紐を同時に取っていきます。このようにそれぞれ紐をつまんだら、真横にキュッと引っ張ります。はい、そうするとこのように輪っかが4つになったイアンノットの結び上がりです。紐がだいぶ長く残っていましたが、ちょうどいい長さに結び上がっています。形もとてもおしゃれに可愛く仕上がりますし、紐の残りが長すぎる場合には、ぜひこの四つ輪結びのイアンノット試してみてください。